はい、どうも。まあ、これも基本的にアンチをブロックしてきてこなかった俺だからこそできる企画。アンチを全部ブロックするっていう。そう。いや、ファンチはブロックしない。いや、さすがにそれぐらいわかるから。うん。アンチとファンチぐらいは区別つくんで。うん。はぁ、あ。ちょ、トイレ行ってくるか。ちょ、トイレ行ってくるわ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。うん。さあ、ふわっちの顔なしゃす。あと何個残ってんだろう、見てみよう。うん。ふわっちの顔、あと 11,516 個だ。1日2万個までだから、もう半分ぐらいなくなったのか。まあ一番最初のね、11時から、今日は11時からだったらしいみたいなので、最初はドカって増えるからね。この先どうなるか。少しずつ減ってくだろうな。獲得して獲得できない人が増えてくるわけだから、これから。まあでも時間が変えればまたね、リスナー層も変わってくるけどね。あー、トーク迷路だからーオーマイガーオーマイガーオーマイガーアラムのお席を見たぜビリビリスソートバックソーセージギャーブロック祭り賛成。大賛成。わかりました。来月からやる。とりあえず来月の8月1日から、8月いっぱい、30日、31日まで。うん、まあ、8月いっぱい。全部、アンチブロックします。そしたらどうなるかっていうの。うん。やってみるよ。まあ、一つの企画みたいな感じで。うん。もし1ヶ月間アンチをブロックした方が居心地良かったり、稼げたり、あとは、なんかこう、なんていうの、配信の雰囲気が良かったら、もうずっとそれでやってるかもしんない。あれ、アンチブルっちゃってんじゃないのね。1ヶ月間、こいつの放送に今までうさばらしできたのにコメントできなくなっちゃうのか、1ヶ月だったのに、もしかしたら一生俺たちはブロックされるのか、みたいな。他に人生ね、行き詰まって、自分の人生に、ね、プラスのことはできないから、人の足を引っ張ることしかできない。もうこいつに、そんなアンチコメが打てないなんて、こんなの耐えられんのかってブルっちゃってんじゃないのね。ゴミアンチかよこの野郎。あー、トークメロが出る !30 ポイントあだっすあーだっすゴミアンチが、うん。お前の暇つぶしなくなっちゃうぞ。大丈夫か。うん。ああ。ああ、さすがにふわっちの顔もらえなくなってきたな、さすがにも。ふわっちの顔さすがにもうもらえなくなってきた。
さあ、頼むぜ、みんな、ふわっちの顔。さあ、みんな、ふわっちの顔頼むぜ。あー、モスティーさん、2ポイントあーだっささあ、頼むぜ。さあ、おなしゃす。そう、毎日24時になった瞬間はもらえる。今日は11時だったけど、明日から24時になった瞬間、日が変わった瞬間。日が変わった瞬間からよ。はい。さあ、頼むぜ、みんな。さあ。よっさんいつ来るの？なんか15日に来るかも、みたいな感じだったけど。あー、未来さんからお前が、お前が、お前がアラブの石器は、ウィンドウズ、ビリゲイツ、ソフトバンク、サーバーの一斉キャラさーあーださーさあ、お願いします。さあ。まあ、多分15日来ると思うよ。でもあの人たまにバックれるからな。なんかあの人ね、行きたいとかつって、行くよとかつって来ない時あるからね、たまに。まあ多分今回は来ると思うけど。まあ来るっていうか、まあ俺んちじゃなく違うとこで会いたい気もするけどね。親うるさいしね。さあ、お願いします。あー、トイプードルの白丸の飼い主さんから10ポイントSank you!ブラックバーさん !25 ポイント請求来たあらさーさあ皆さん、ふわっちの顔ね、取得して、無料です、無料でね、お知らせのところからね、ふわっちの顔ってところのお知らせの、最新のお知らせから、下の方行くとね、獲得できるんで、これ一切お金かかんないね。それで、獲得できるんで投げてください。で、これね、1ポイント1円配信者が換金できるポイントになるんで。はい。お願いします。はい。ゴミ部門。競馬で儲けたんだ。あ、そうなんだ。まあ、ゴミの実を食いましたからね。悪魔の実のゴミの実を食ったから。ゴミの実を食った人はね、社会から嫌われて、就職できなくなるから。海から嫌われて、金槌になって泳げなくなるみたいに。あ、匿名の方4ポイントあるさ、ゴミのピスタル危ない。あー、匿名の方から50ポイント来たーあれさ来たー。やったやったー来たぞ、50ポイント。いや、50ポイントもでかいよね、これね。だってこれ50ポイントが仮に10個来たら、もう花火一発分と変わんないからね。あと、組めの方ー !3 ポイントあーだっさーおっしゃあー、匿名の方4ポイントあだっさーと、ゆうやさん10ポイントあだっさーセーギャー
さあ、ふわっちの顔ってのは、お知らせ見てくれ。ふわっちのお知らせ、最新の。うん。配信者に、投げ銭ができるから、無料で。うん。みんなは、投げる方は1円も負担なく、配信者に投げ銭ができる。1ポイントから50ポイントくるから。で、1ポイント1円だから。ざっくり言うと。で、今日から毎日7日間もらえるから。1人1個まで。先着2万個まで。うん、受け取り申請みたいに出さないとできない。ただ、受け取り申請みたいなのはすぐできるから、一瞬でもらえるから。簡単にできる。お知らせんとこからいける、ふわっちの。うん。ね、今日は11時からだったんだけど、昼の。夜の24時、あ、日が変わる24時、日が変わった瞬間からね、毎日もらえるんで。毎日ね、俺、ふわっちやります。今日から、一週間毎日俺ふわっちやるから、24時になった瞬間ね、みんなに配られてから、そこを回収しないとだから、24時になった瞬間毎日やるんで僕。うん。あ、ニコトの30ポイントありました。だから毎日ですにね、投げに来てください。毎日獲得して投げに来て、24時になった瞬間。毎日やるんで今日から一週間。今日からね、今日入れて多分7日だと思うんですけど、あと6日、今日覗いたらあと6日間ですよね。うん。あ、ゆうたさん、1ポイントさーありゃさーいやー、ありがたいね、ほんとにね。うん、あ、名前などないさん、4ポイントありゃさーしんじさん、1ポイントありゃさーちーばさん、10ポイント来たーです !10 ポイントー、うん、会社行ってスロット行ってくる。あ、頑張ってください。そう、24時ね、今日から1週間毎日配られるんで、ぜひ投げに来てください。はい。毎日配信するから、24時の瞬間。うん、毎日、今日から一週間毎日やるから。うん。あと、匿名の方2ポイントありがとう !Thank you! いや、ほんと少しでも、リスナーの負担が、これ、リスナーの負担って一切ないからね。負担なしで少しでも稼げればっていう。まあ、こんなことね、ほんと、ふわっちで初めてなんで、今までで、一番そう毎日あるんでね。うん。ここはもうリスナーの負担がなく稼げるから、これはやるべきでしょ。これはさすがに。うん。さあ皆さん、ふわっちの顔頼むぜみんな。ふう。稼げるうちに稼ぐのは得策。ね、ほんとそうだよね。うん、こんなの、ね、もう、次あるかないかわかんないしね。うん、いやアイテム取得して、お前に投げる負担あるのに、勝手に負担ないとか決めつけるな。お前なんて自分の1円にもなんないのに、ね、嫌いなやつの配信にこんだけアンチコメ打つ方がよっぽど労力使うと思うんだけど。そっちの方が。あー遠く目のことシャンパンお前がお前がお前がアラブの石油王を挑むビルゲイツソフトバンクそれ正解です投げた方もエフェクトで言えば気持ちいいし耳。ね、それはそうですよね。いってらっしゃい。いってらっしゃいです。そうじゃない。だってさ、これに関しては、ふわっての顔に関しては無料で応援している配信者に投げ銭できるわけですから。うん。ねえ。それ別に良くないですか、それは。無料なんだから。うん。匿名で投げたの点って、あ、わかってますよ。俺は名前見た。ただ、匿名で投げてるから名前言っちゃいけないのかなと思って、俺は言わなかったけど。まあでも流れ的に多分分かったと思うけど。コメントの流れ的に。コメントのね、文脈的に。うん。いやー。さあ皆さんお願いします。この顔い、ふわっちの顔頼む。みんな投げてくれ。頼む。
これ1円に、1円もかかんないからね。みんなの負担はゼロなんで、本当に。アクーラ30ポイント来たー !Thank you! ああ。オーナーシャス、本当に。さあ。あと、クメロード1ポイントだすー！どうやって投げるの？どうやって投げる？あのね、あれ、なんだっけ。お知らせんとこから行って、取得できるから。そう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 。お前の発言、リスナーと思ってないよな。金としか思ってないんだな。金としか思ってないのは、毎回イベント出て1位になりたいって言ってるやつなんじゃないの？俺はイベント出た時も金欲しいからイベントやってますよって、リスナーを洗脳しないではっきり言ってるんだけど。うん。ね？それでも投げてくれるんだったらよくない？リスナーが。思いません？俺は別にね、他の人たちはただ1位になりたい。なんか、あからさま金じゃないんだみたいな言い方するけど、結局リスナーのね、金の負担で稼いでるだけだから、俺は金欲しいからイベントとりあえず参加してますよって言って、1位になりたいとも言わんし、基本。うん。で、そこまではっきり言って、それでも投げられなかったら別に良くないっすか。本当に金だって思ってんのは、リスナーのこと。毎回ね、イベント出て、何位になりたいとか言ってるやつなんじゃないの。あたかも金じゃないですよ、みたいな洗脳で、なんか金投げさして、違うんですか。俺はっきり言ってますよ。お金欲しいから出てるだけだって。あー、おだまさん3ポイントです。まあもちろんね、1位になりたいって俺が言わなくても、みんなリスナーが順位を意識して投げてくれたり、結局負担になってる部分はあるとは思うけどね。うん。結局はね。そういう部分は確かに否定はしないですけど。まあでも俺はそれを全部はっきり言ってるからね。でもそれでも投げてくれる人は別にそういうね、ちゃんと洗脳もなしに、ね、納得して投げてくれる人でもあるわけじゃないですか。俺はちゃんとはっきり言ってるやん。うん。何も俺隠してないやん。あ、匿名の方10ポイントあたっさー！ありがとう！そう。思いません？うん。別に俺一切隠してないけどね、それ。じゃ、逆にどこが、あれ、ダメだと思う。一応俺全部はっきり言ってるけどね。ただ1位になりたいなんてゴミ配信してないですよ。まあ、俺の配信自体ゴミだけど。まあ、違うジャンルのゴミだよね。さあ。ねえ、皆さん、ふわっちの顔まだないっすか？まだ獲得してない人。ふわっちのお知らせのところで獲得できるんで、お知らせのところのすごい下のところ行けばね、獲得できるから。うん。オーナーシャス、本当に。ふわっちの運営のこのお知らせのところ。毎日プレゼント、ふわっちの顔、特典アイテムを獲得しようって。まあ、ブラウザカラーはね、ちょっと違う。まあ、ブラウザカラーも上のところが行ける。で、ここのとこからこう下のとこ行くと、ここから下に獲得できるやつある。まあ、俺も今受け取ったから、今受け取れなくなってるけど、一人一個までなんで、毎日。で、ここに受け取るとこあるから、まだ受け取ってなかった。それから獲得して。で、3個あるの。可愛い部門とか、かっこいい部門とか。それはどれでもいいんで、どれでもいいから獲得して、投げてください。お願いします。お願いします。さあ。おなしゃす。よいしょ。アイテムくれくれ以外何もやってねえじゃん。いや、だから俺の配信もゴミだってのは認めてるやん、別に。で、このね、ふわっちの顔ってのは、今までこれほんとふわっちゃいなかったの。無料でこんだけ配信者に実質投げ銭みたいなのができるなんて。これふわっち初だからね。俺が知ってる中で。多分おそらく初だと思うんですよ。だからチャンスだから、無料でみんなの負担もなしに稼げるチャンスだから、だから言ってるんですよ、くれって。別に俺の配信が面白いなんて一言も言ってないやん。俺の配信がゴミだってのは認めてるけどね。俺何もブレてないからね。筋がめちゃくちゃ通ってるから、俺。
別に俺の配信が、素晴らしい配信なんて一言も言ってない。うん。アキリさんよ、5ポイント来たー、ユーキンコさん50ポイント来たー、ルさん来たー、50。来たー。やったぜ。いやー、ありがたい、ほんとにね。アムチンのどこがかっこいいのって。いや、なんかさ、アムチンってなんか、なんだろう。なんか結構踊ってるじゃないですか。で、正直俺は何が面白いとか、何が面白いのかわかんないけど、あれってなんか見てる人が見たら、なんかあれはあれでいいんじゃない？知らんけど。わかんないけど。なんかただなんか酒飲んで踊ってるだけだから、まあ滅多に見ないけど、正直これ何が楽しいのかなと思うけど、なんか多分、なんかああいう音楽とかダンスとか好きな人もいるんじゃない？よくわかんない。なんかあれらしいよ。なんか海外の、なんかすごいスターがなんかアムチに投げてたらしいからね。なんか結構長く。うん。だからなんかそういう、なんつうの、音楽とかのジャンルで見たら、なんかこう、結構、あれに惹かれる人も中にはいるんじゃない？知らんけど。うん。あー、下大将に50ポイントですいや、わかんない。俺は正直何がいいかは知らんけど、俺には理解できないけど、でもなんか、あれ見る人が見たら、あれなんじゃないの？だからそういう音楽とかダンスとかで、なんかいい感じに見える人もいるんじゃない？いや、わかんないけどね。わかんないけど。うん。まあ、知らんけど。知らんけど。あ、大ちゃんさん30ポイントあらすだって別にさ、ぶっちゃけさ、閲覧こそかそってても、なんだろう。でもなんだかんだ見る人がいるわけじゃん。で、その人たちはじゃあなんで見てるのかって考えたら、うん、なんか中にはその音楽とかダンスがいいって思う人もいるわけじゃない。だ要するに、だからその、万人には受けないけど、一部のごく狭いジャンルでは受けるみたいなのもあるんじゃない？うん。で、それ大勢の人が見て、ほんとごく一握りの人しか受けないから、それを見てつまんないって言っても、やっぱそのなんか、少人数の人はなんかこう、楽しいとかなんか、いい、なんかダンスが上手いとか多分思う人もいるわけで、多分、わかんないけど。うん。いや、知らんけどね。そういうことなんじゃない？知らないけど。ははは。あゆんさん4ポイントだすー、うん、いやーまあ俺は正直全く興味ないけど、うん、中にはあれがいいっていう人もいるんじゃない？よいしょ、うわこれさ、24時になる瞬間に閲覧沸かしといた方が金もらえない？金っていうかこのふわっちの金。ふわっちの金じゃねえ。ふわっちの顔。まあ、実質金なんだけど。24時になる瞬間に閲覧沸かすようなことしてたら、で、その閲覧沸かしたところで、ふわっちの顔投げてって言ったらみんな投げてくれるじゃん。結局閲覧、今閲覧してる人しか投げれないから、24時になる瞬間に閲覧沸かしとけば、で、そこで投げてって言えば、で、無料だから結構投げやすいから、何か沸かすことさえやっとけば、24時の瞬間に。24時を回る瞬間に何かやっとけばさ。アミレイ30ポイントありがとう
そうじゃないっすか。あー、トークル15ポイントそれはあるよね、絶対ね。うん、それは絶対あるよね。マジで。24時になる瞬間になんかやっとけば。うん。さあ、皆さん。頼むぜ、マジで。あっちの顔、お願いしますよ、ねえ。ふわっちの顔投げてくださいよ、皆さん。お願いしますよ。ふわっちの顔頼むよ。あと何個？1万個ぐらいかな。1万個ぐらい。残り1万670個。あと半分ぐらい残ってる。今日の分は。あと半分ぐらい残ってるよ。うん、でもさすがにもう投げられにくくなってきたな。今の時間の分はだいぶもうなくなってるね。ちょっと一回終わるか。一回終わろう。また時間変えてやろう。また夜の部門とか、ゴールデンタイムはね、やんないとだな、これ絶対。まあ、1万個配られなかったらね、また夜の部門。あ、でも、1万個なくなっちゃうかもな、ゴールデンタイム入る前に。わかんないけど。あ、赤から行ったよ、昨日。行きました。うん。あ、まあ、親は確かにやった方が来そうだけど。意外にもらってない。あ、あれ、枠取りなしてるからね、なんだかんだ。あと、ちょっと出遅れちゃったのもある。11時からやってたの、今日。このイベントみたいなの。11時半からなんかやったから、俺。あと、その枠を取り直してるからっていうのもある。そしたら、ちょっと一回これで終わるか。まあ、またね、夜配信します。まあ、夜以外にも、ちょっと手前でもやるかもしれないけど。あと、24時回る瞬間毎日やるんでね。今日から1週間。はい。まあ、さすがにずっと回してるわけにはいかないんで。うん、ちょっと疲れちゃうし、話すことなくなるし。おっしゃ、皆さんね、今日投げてくれた方もね、24時から毎日今日やる、今日から毎日やるんで、一週間。投げに来てね、頼むぜ、24時になる瞬間。俺に投げに来てくれ、毎日これ獲得できるから。24時になったら。ね。頼むぞ。お願いしますよ、皆さん。さあ、ということでね、皆さん投げてくれたからありがとうございます。はい。ね、よろしければ、ふわっちアカウントフォロー、ふわっちアカウント通知、ツイッターアカウントフォロー、お願いします。3点っていうんですかね。お願いします。で、またね、ぜひぜひ、今日から1週間24時になる、回る瞬間ね、全部やるんで、このふわっちの顔を毎日ね、24時になる瞬間にみんな、無料で獲得できるんで、毎日毎日。ね、毎日毎日、獲得して投げてくれ、頼む。はい。普段課金できない方もね、無料で実質投げ銭ができるので、お願いします。で、課金してくれる方もね、このふわっちの、顔に関してはね、もうほんと一切1円も負担なしに投げ銭が実質できるので、お願いします。ということで、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。おつおつ。